小倉さん。はい。どうもありがとうございました。はい、<前>ありがとうございました。えー、いかがでしたか、まあ、ぶっちゃけ。いやー、でも、うん、あのー、自分自身に。本当に訴えかけるような感じもあったし。はいうんうん、もう正直最初、中、はい、島中学一歩入った時、どうなるかと思いました。はらはらしましたもん。 <laughs> あの小倉さんのあのもう怒った顔 <laughs> 何から始めるのみたいないちょっと、ね、本当にカットされていますけど私もっときつい言い方してるんですよあの一番最初に入った時にえこれって本当いつもこんな感じでみんな集まってんのって、うんうん、でその時に言ったのが、うんうん、えこれだったらあのみんなの顔を多分覚えないよって だからたぶん次来た時に誰が誰か分かんないからねっていうことを一言言ってから列してるんですよ、はあ、いや先生怖いんだやっぱり <laughs> そち一番最初ね初めて会った時にそれだったんで <S S なんでしょう <laughs> S はあります、ね、いや似合いますもんあの S っけ <laughs>、はい、どうなってんのみたいなみんなピリッとりなりますよそれはもうなります人間って不思議ですけど分かりますね怖いって。 本どんなに普通な顔しててももう怖かったですよ。<laughs> 一応笑ってたんですけど、顔笑ってんだけど顔笑ってない,みたいな<笑>。笑顔ほど怖いものはないんですよ。あそれよく言われますね。えー、ちょっとぜひ皆さんあの小倉さんのエ S ケ満載のですねこの年下指導をご覧いただければと思ってます。<laughs> ちょっと私の印象変わりそうですね。<laughs> <laughs>